スティルエンジンは同じユニットで外部ボイラーからの蒸気動力とガソリン、またはディーゼルの内部燃焼の両方を同時に使用するかつてのピストンエンジンである。シリンダーと内燃排気からの排熱は蒸気ボイラーに送られ、その結果最大10%の燃料節約が実現した。ウィリアム・スティル発明者であるウィリアム・ジョセフ・スティルは1917年に デバイスの特許を取得し、1919年5月26日、ロンドンで彼と共同研究者のキャプテンフランシス・アクランドが蒸気タービンの発明者であるチャールズ・アルジャーノン・パーソンズを議長として、王立芸術協会で行われた会議でそれを発表した。アクランドは、複動式シリンダーの一方の側で、内部燃焼によって、もう一方の側で主に、 ウォータージャケットと排気ガスからの排熱によって、加熱されたボイラーからの蒸気によって動力が供給される連続プロセスについて説明した。彼はボイラー内の蒸気圧によって表されるエネルギーの備蓄が同じ出力の標準的な内燃機関を打倒するような人気の偶発的な過負荷にどのように提供されるかを説明した。ボイラーの独立した加熱が時々使用されて、 例外的な条件に追加の動力を提供し、運転の最初の段階では、負荷に対しても蒸気力のみからエンジンを始動できるようにした。スティルはこの分野の最初の発明者ではない。同様のシステムとして圧縮空気で内燃エンジンからの動力を伝達し、その冷却システムから回収された蒸気が圧縮空気を増強する技術の特許が、 ポール・ルーカス・ギラード・ビル・タイとト・ルイス・メカルスキにより1903年に取得されている。スティルエンジンの動作、燃料の爆発により、ピストンが下がる次に、反対側の蒸気圧がピストンを押し上げる。1924年、スコットランド・グリノックのスコッツ造船エンジニアリング、会社はディーゼル燃料を搭載した、船舶用バージョンである、スコット・スティル再生エンジンを生産した。 最初のエンジンのペアは、ブルーファンネルラインの二軸の MV ズリオスに取り付けられた。実験は成功し、1928年にブルーファンネルは、この推進システムを備えた大型で高速の船、エウリバテスを建造した。ただし、蒸気とモーターの両方の資格で認定された海洋技術士官が乗船する必要があるため、追加の乗務員と賃金、 および複雑さと、その結果として発生する高いメンテナンスコストにより、燃料節約が相殺され、従来のディーゼルエンジンが後で代わりに設置された。1926年に、イギリスのリーズの機関車、メーカーキットソンカンパニーが蒸気とディーゼルのハイブリッド機関車であるキットソンスティル機関車を製造した。これは、ロンドンノースイースタン鉄道での試験のために、 貸し出され、重石炭列車の輸送に成功したが、従来の機関車が使用する石炭のコストと、ハイブリッドが使用する燃料油との差は大きくなかった。1934年に、キッドソンがハイブリッド機関車の開発費が原因で、倒産した時、関財人は、機関車をスクラップとして販売した。1930年代に大容量のディーゼルエンジンが開発され、 動力伝達方法が改善されたため、スティルエンジンの主な利点、つまり休止からの直接駆動と一時的な交付加時に追加の動力を提供する機能が失われた。そして、さらなる開発は行われなくなった。ありがとうございます。